ありがとうございますお写真のぞいた今日すごく言われました言われましたってちょっと冷たいかすごく報告いただきましたハートとお菓子ありがとうございます今日コンビニで買ってきたものは何でしょうか今日おしゃべり会場出た瞬間なんかすっごいうどんの匂いがしてうどんの出汁の匂いなんかすごいうどん食べたくて。 コンビニ寄っちゃったんだけどなんかコンビニ寄ったらうどんの気持ちじゃなくなってハートありがとうございますあおでんはねこないだ食べたコウモリありがとうございますコバンありがとうございますハートもありがとうございますみんな簡単だよ夢がコンビニで買うものちなみに 7待ってかわいすぎると「お美しい」が連番しててすごく今いい気分になったありがとう春巻き惜しい鳥ささ惜しい迷ったなんか耳かけしてた方がいい感じだね あ正解が出ました私がコンビニでセブンで買うものといえばもちろんこれでしょうコロッケです目にかけ夜目にかけしてた方がいいねなんかあこれは去年ミューにもらった誕生日プレゼント 小ありがとうございます可愛いもありがとうございます。ということでまあ少しお腹も空きますし晩ごはん食べて4時間経つんですけど4時間も経つ ?3 時間お洋服の子の夢今日さちょっと恥ずかしいんだけどタグ付けしてから思ったんだけどお化けありがとうございます夢ってさ買って満足するタイプじゃないですか。 食べ物もしっかりハートありがとうございますこれさ今年の4月とか3月とかに買った春服なんですよ実は上下ハートありがとうございますスナイデルなんですけど今日は上下春服なんです実はだけどもうなんかいけるかなと思って着てみたんですけど ど、どうですか。秋服って言われたら、秋服っぽいでしょう。<laughs> この犬の服、本当に可愛いことには、お、それは夢が本当に可愛いってこと。おさまと可愛い,い、ありがとうございます。可愛いので、大丈夫、<laughs> よかった、可愛くて。お姫様みたい、え、なんかね、すごくね、言ってもらえる、これかな。 でも肩幅広い方だからすごくドーンって感じなんだけどまあ可愛いから買っちゃったあ思い出した1月だわ思い出しためっちゃ思い出した似合うありがとうございます待ってこれどこのスナイルで買ったか思い出した福岡あのさ福岡に遊びに行った時に今さすぐ服買っちゃうからだから そんんななさ旅行先で買うわけないじゃんだって普通に福岡さやかんちにさやかとあかりに会いに福岡遊びに行ってそんなさだって遊びにですよ旅行,旅行先ですよ服なんて買うわけないと思うじゃないですか今どこでも服欲しくなっちゃうんですよたとえ東京にあろうがだけどっないだよ新潟にあるわ新潟にあろうが 本当に本当に良くないと思うんだけどだから今、ね、絶対こ今回は服買わないぞって思って <laughs> 服買わないぞって思ってお土産を半分詰めて帰る通り物を半分詰めて帰るつもりでおっきいキャリーで持って行ったんですよ。あのの海外旅行かのような <laughs> すごく 変ななイントトネーションにっっちゃったハートありがとうございます海外旅行かのようなでかいキャリーケースで行ったのもう行きは半分しか荷物詰めずに絶対お土産持って帰ろうと思ってでそしたら福岡行って2日目ぐらいの時にさやかが多分お,お,お泊り会じゃなくておしゃべり会があって様あっ公演のレッスンだったかなその時ちょうど新公演が始まる時期だったみたいで HKT さんが。 コウモリありがとうございますそうだそうだそれで夢あそうその翌日から夢が言っためっちゃ今だめっちゃ今結構言ってなかった話するんだけど似合うとだるまとコウモリとハートありがとうございます実は実はではないかもなんか夢が言ったら翌日に ゆなコとあのドラフトの時に仲が良かったドラフトの時にねゆな子とも私ともさやかとも仲が良かったあさりとも仲が良かった子がいてあ <laughs> 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 の子が <laughs> ごめんなさい合流したんだけど福岡でちょっと待って。 <laughs> みんななんとなく若い子え多分だかこれ私は「刺身」って呼んでるんだけど刺身がそもそも仮名だから全然言っても大丈夫なんだけど「刺身ちゃん」って言うんだけど <laughs> あそうサンダル言ってもらったこそうなんかサンダル靴ずれするからあげるって言ってわざわざアルコールウェッティで拭いて新潟の家まで郵送してくれた子がいるんですけど刺身ちゃんって言うんですけど「お化けとコウモリありがとうございます」そうその子たちが来たんですけど。 その子たちが来るまで夢一人で,あかりあでさやかもレッスンだしあかりもレッスンだしみたいなだから夢ひ暇で一人で <laughs> 福岡のパルコに行ってみたんですよなんか天神とかをプラプラしようと思って「ハートとコウモリとだるまありがとうございます」ってまさか買うわけないなお,洋服買わなお洋服買わないって決めて福岡に行ってて。 絶対買わないぞっていう気持ちでプラプラするじゃないですかお洋服屋さん入るじゃないですかなんか気がついたら買ってて <laughs> ハートと結婚してただるまとハッピーハロウィンと可愛い,いありがとうございますトうとうもありがとうございます気づいたらショッピングバッグ持っててあれって思いながらでも私一回買うとなんかせっこうなんんかかセーブしてるじゃないですか最初に買わないぞって決めて言ってるんだから 最初はそういう気持ちなんですよ。だから絶対に買わないって思ってたんですけど、一回買うと、ストッパーが外れちゃって、火がついたら <laughs>、気がついたらもう両手に <laughs>、あの、あのー、帰るときサイカが迎えに来てくれて、なんでそんなに買ってんのって言われて、もう半分持ってあげるよって言ってくれて、コンモリとお化けありがとうございます。なんならコートまで買ってたんですよ。<laughs> 本当にありえない。今言って思った。ありえない。福岡でコート買って帰ってきた。何買ったんだろうコートと、今日のお洋服上下と。結構ね、4店舗ぐらい回った。だるまありがとうございます。なんから帰る時本当に大変だった。そう、郵送したくなる量そうだけど、 片服は絶対に自分で持って帰りたいっていうポリシーがあって <laughs> 何しに行っての分かる福買いに行ってた福岡に <laughs> 海外の方福岡に来た海外の方みたいな魔女の帽子ありがとうございます本当にねさすがに反省してる 思い出した靴も買ったスニーカーしかもそのスニーカーが気に入りすぎて色違いでネットで買ったダルマと HP ありがとうございます多分もう全身コーデ組める一回買うと歯止め引かなくなっちゃう 多分福岡住もうとしてたよね夢あれ鳩ありがとうございます。あ福岡に福岡買いに行くそう そういう服です今日は上下福岡さんの福岡さん絶対違う福岡で買ったお洋服ですコンマにありがとうございますお菓子ありがとうございますコンマにありがとうございますゆめちゃんの買い物楽しそうゆめの買い物楽しいよ <laughs> 断れないお菓子ありがとうございますでも人にさお買い物付き合わせちゃうのって申し訳ないよね ゆな子はねなんかついてきてくれるんですけどお買い物にだから嬉しいんですけどでもゆな子のゆな子を買い物に連れてくと一番もう絶対にダメな最大の欠点があってコウモリとハートありがとうございますゆな子を買い物に連れていくと起こる最大のデメリットは 何でも何でも買わせようとするんですうなごってたともう夢が明らかこれ似合ってなくないみたいな服でも「え可かわいいいいじゃん買えな」っていうしかも普通のさ「なんかえんかわいい!え」いえめっちゃいい!」みたいな感じじゃなくて「え買えなもう待ってそうだ「かわいい」とかじゃない「いいね」とかでもない「買えな?」なのそうだ3文字しか言わない うんかいなもうこのこのテンションで「おかえいな」っていう今も断れないじゃないですかあんありがとうみたいなこは何も変わらないゆなこはゆめがえ思いましたゆなこあとめ めっちゃ試着させたがるんですよなんか <laughs> 本当に夢が手を服をこう手に取ったもんならあそう試着しなみたいなすぐ言ってくる人の試着なんてすごく時間がかかるじゃないですか待たなきゃいけないしぜもうなんかもう手に取るたもう夢のこと常に監視してていうような子が夢が手に服を 服に手を伸ばした瞬間あ、試着しなって言ってくるいや若い人が買い物してるところを見るの楽しいよね人がお金使ってるところ だからゆめもういなこに買った直後に何か試着しなっていうしたら「えじゃあゆなあそこ行って試着する」って言ってくれコウモリありがとうございます」でも「なんかやっぱ違った」って言って帰ってくる。 とそういうなは絶対に着た服を見せろって言ってくるあの試着してるじゃないですか私こう店員さんに見せるのが恥ずかしいタイプでなんかサイズどうですかみたいな声かけるじゃない声かけられるじゃないですかあ大丈夫ですって言って自分で着て納得してもうカーテン開けずに終えるんですけどいなこは <laughs> カーテン越しに来たって声かけてくる。 あと試食室入る前に「来たら見せてね <laughs>」って言ってくるだるまとお菓子ありがとうございますそうなんか親みたいらしいですおもろいよねなんか夢も来たら見せてねって言って。 でも全部かいちゃん違う。可愛いも言ってくれないのうあんよおきだよって言った瞬間、あ、可愛いなーっていう。<laughs> コロ、コロッケじゃないなんだっけあ、<laughs> 待って、やばい <laughs>。や,やばいやばいコウモリありがとうございますってとしたら、コロッケありがとうございますって言っちゃった <laughs>。コウモリありがとうございます <laughs>。やばい。<ば>コロッケそろそろ食べよう。 待ってまたコロッケってそのやつだったらコウモリありがとうございますコロッケの美味しい季節になりましたから、ね、コロッケなんていつ食べても美味しいですよなん何も食べてもか何も食べても美味しいですコロッケありがとうございます初見の方ありがとうございますコロッケ食べよう ませんでは失礼してあいい匂いもういい匂い。いめっちゃいい匂いどうしよう待って今一おとといコロッケ食べてたわめっちゃ忘れてたいただきます おまけありがとうございますコロッケありがとうございます食べたら見せて <laughs> 試着室じゃないんようん食べ,食べかけの前のがいいわいただきます

мх uh -huh. 으흠으흠 <laughs> 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 おごちそうさまでした。お味しゅうございました。なあ。お腹なっちゃった。 えこんなに美味しいんだろうコロッケって。美味しかった。今日はファンタもあるよ。美味しかった。学校がい確かに。 ファンタとコロッケねうまありがとうございますなんかコロッケ食べるたびに NMB さんのさオーマイガーが流れてこないこれ多分48ファンあるあるだと思うういゆだっけなぁ分かるでしょ 今、高1の時さ中学って <laughs> あのスマホ持っていけないじゃないですか学校に高校1年生の時にん高校生ん高校に上がってスマホを学校に持っていけるようになって高1の冬のプレイリストの一番上だった高1の時のプレイリストの一番上「お前がだった やばい、6年前が <laughs> 何味何何,何がな何待って何味ってコメント 2つ来てたんだけどなな何がファンタあファンタファンタはグレープです。 <laughs> ファンとグレープ以外買ったことないかもしれない自分の意思でおなかなっちゃった <laughs> なあ美味しかった <laughs> 今日さ おしゃべり会でさなんかみんなが「こうなんかこんにちは」みたいな最初挨拶するじゃないですかでなんかご <laughs> そごそしてんなって思ったらその次必ず生写真が出てきて最寄り生写真なんか可愛かったみんな同じ流れだった「やっほー」 やっ,ほーってなって「えそういえばゆめちゃんさこれ」みたいな「お星様ありがとうございます」もう途中からだんだん分かってきちゃってなんか「ゆめ今からやること分かるよ」な <laughs> あなた今から生写真取り出すんですよ 今日多分 NGT のファンの方みんな同じ流れでやってたでしょおしゃべりかみんなしかもすごいニヤニヤ <laughs> みんなニヤニヤしながらさゆめちゃん <laughs> ありがとうございますた,たくさんのお,お申し込みたくさん書かせてくださってありがとうございました無事提出期限も守って皆さんのもとに雪が降る前に年が変わる前に届いてコロッケありがとうございます 毎回絵で伝えようとその名のオリジナリティー <laughs> 似顔絵コレクション増えました良かったです今そのなんか私あのー、ファンの方の似顔絵を描くことが多いんですけど五枚目くらいかな五枚目秘密シングル喋ったピンクからこの生ム自信が始まって だん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 あのねイラストがうまくなってきてるのだから比べてほしいコロッケありがとうございますね私裏裏をさ裏面で描いちゃってるからさこう何か。 表目うバーって、メンバー。を、なんかメンバー複数に申し込んでくださった方とかが。こうツイ、つい、エックに。なんか。みんな、み、サインありがとう、みたいな感じで、こう、あげてくださるじゃないですか。その時に、夢の。生写真がすごくシンプルで、本当に。恥ずかしくて、なんか、ごめんね。 二枚技とか天才かとかあそう今回はあの言い方が難しいんですけど枚数によっていろいろアレンジなんていうのいろいろやってみました。 ありがとうありがとうございますごめんですけどそ,そういうわけじゃないそういうことじゃないんですけど全然なんか2枚くっつけてとかあと最大4枚でやってみたりしました でも本んとにさみんなの似顔絵が思ったよりも似てて今んか頭の中でファンの方の顔を想像しながら描くんですけどもちろん皆さんの写真を持っていないので私コロッケありがとうございますだからまあ大体こうなんて言うんですかねこうまあはっきりはっきりはしてるけどなんかこうまあ 抽象的というか、まあ、書かせていただいてるんですけどなんかこう今日は皆さんが「皆さんに届いたよ」って言ってこう並べてくださって似顔絵と自分の顔並べてくださってなんか想像以上にそっくりでなんかなんかすごいじゃん有名。夢 お腹っちっあと髪型のバリエーションを増やしましまた <laughs> なんか女の子の髪型ってすごく描きやすいんだけど男性の髪型ってなんか短髪の方の髪型が難しくて描き分けが。なんか小さい頃からさロングヘアの子のイラスト描くことが多かったから。 単発ってすごく難しくて。でも、今回は単発のバリエーションを。増やしました。イメージは。あの、と,ともこ、ともこれ。初見の方、ありがとうございます。ともこれをイメージしながら。髪型。作ってみた。 あとさ、いや、これすごくさ、毎回困るんですけど、毎回困るっていうか、毎回迷うことがあって、メガネかけてたっけみたいな。なんかさ、ファンの方ってメガネかけてるときとメガネかけてないときがあるじゃないですか。で、いや、待っこんな方メガネのイメージすっごい強いけど、いや、でもか、かけ、かけてるかけてないみたいな。 そういういはかかけないメ <laughs> 眼鏡かけてない方がさ眼鏡かけてない方に眼鏡書いてあった瞬間もうそれは別人じゃないですか <laughs>。<laughs> いや眼,鏡ね、眼鏡の有無はすごくね私毎回迷うなんか眼鏡のイメージがめちゃめちゃ強い方と眼鏡かけてらっしゃるけど眼鏡のイメージがあんまりない方みたいないらっしゃるんですよわかるわかんないよね サングですればいいの塗りつぶしちゃって私割と目もねかき分けてるつもりあと口も輪郭はみんな一緒まん丸ま夢が丸顔だからみんな丸顔にしてやる かけてた書かせたらでもそれは自発的に書けるあのさ「今日言わすっごい悔しかったことがあってすっごい悔しかったことがあって,っっあってなんかそうとある方がこう並べてくださって「ゆめちゃんすごい似てるね」みたいな言ってくださったんですけどでゆめもめちゃめちゃ似てると思ったのすっごいそっくりだねみたいなそっくりですごく満足してたんです私はそしたらその方が「まああとひげがあったら完璧だったね」って言われて <laughs> わ ひげは描いたことないわだからひげぐらいこうちょんちょんちょんってちょっとみんな自分で描いといてひげ生えたらひげはねなかなか頭もあらなかったわ眼鏡まででしたね自分で描いといてひげは悔しかったわ いやヒゲのイメージないわ <laughs> この方はひげ生えてるこの方はひげ生えてないわちょっと私私もひげちょっと生やさないタイプだから <laughs> ちょっとね難しかった 確か,に確かにあ足が痒くなってきた何時に終わろうんやばいもう10時だ今すっかりチャットのチャットの なんだ機嫌チャットの忘れてたまあいっかあ iPad があればいけるわにも思いましたよいしょ送ったら見せて届くのよ みんなに、あ、やばぱ iPad の充電がない最近さタイプ C のさタイプのさタイプ C のタイプのさ充電器がさ早いことを知って衝撃を受けたみんな知ってるあ刺さらない iPhone 勢の方 充電絶対に遅い遅いじゃない絶対に時間かかる iPad だしねそう帰りに教えてもらってで帰りがタイプ C の充電器を使っててでたまたま借りたことがあってそしたら10分で30%ぐらい回復して充電が10分で30%まあそれぐらい え持ってるかな分かんない帰りなんでこんなに早いのって聞いたらこれタイプ C なんだよって教えてもらってもうそれ以来タイプ C 手放せないしかも今もう1年選手になってしまってスマホがあと1年もうさあれな,なんだっけ 本体バッテリーがもうパーセントぐらいなんです最近モバイルバッテリー2つも買ったの今モバイルバッテリーすぐなくしちゃうんですけどなんか行き先でなくすとかじゃなくて家の中でなくしちゃうことが多くて。 なんか今まで一番衝撃だったのが冬にモバイルバッテリーなくしたんですよでえっ iPhone15 充電口タイプしえっ待って知らなかった待ってそうなのえっちょっと待って今さすがにちょっと世間乗り遅れすぎてたかもしれない今知った今それでさそう なくしちゃってモバイルバッテどこ行ったんだろうなとかしたんですけどだから諦めて違うものを買ったんですけどそしたら1年後ねコードのポッケから出てきたのココードのポッケ <laughs> それは気づかないあついたそれ気づかないわコロッケありがとうございます起動したやばい待って スイカゲームやりたい液晶画面が大きいから <laughs> iPad のさ画面が大きいからスイッチを思い出してしまってスイカゲームしたいもうダメなんですなんかさ中毒すぎて。 今日もなんかおしゃべり会の休憩中あ今日スイッチ持ってくればよかったと思ってスイカゲームしたいなって,思ってずっと思ってたスイカゲームスイカゲームの LINE グループがあって「やばい今めちゃめちゃスイカゲームしたい」って言ったマまりなさんがわかる」って返してくださったえ待ってもう58分じゃんチャットでってやるんだこれ 天才。お気に入りに登録していた。待って、今さ。パスファイナルるためにさ。フェイスアイディーやろうとしたの、今、こうやって。これ。アイパッドって、指紋認証なんだった。 カメラアプリ入ってるかな。なあ,ありがとうございます。自撮りしたい。ユーライク。アイパッドで自撮りしたことないな。 やばいあと1分だ焦ってる。 いやまあ、絶対画質悪い。かか格ついてるかな。<laughs> <laughs> やばいおもろい。よし撮ってみた。 初めての試みあやばいやばいアプ,アプリアプリロゴがアプリロゴがついてたやばい消すアプリロゴ。 ハートありがとうございます危なかったアプリロゴ消したらすごく変な比率になっちゃったコロッケありがとうございますチャットに直で返信したらどうなるあのね何にもわからない夢には何も 見えないですね多分どこにも届かないかも <laughs> <laughs> ちょっといつも 14, 14の画質に慣れてるからすごく画質悪い文句言わないでね画質悪い。 え待って今さ iPad のさ iPad でこう打ちめモードにしたまんまここに置いたのめっちゃさニコニコでさしたニコニコでし顔でさパッて下たみたらさめっちゃだった撮ってみる気が向いたら送るねチャットに。 さすがにあんこ長いな。だるまありがとうございます。 じゃあ今日は10時15分にやめようかな可愛い,いありがとうございますあ、そうこの間ねカホが遅めの誕生日プレゼントをくれてなんと夢がもう喉から手が出るほど欲しかったどんぐり共和国の「千と千尋と神隠しの」の起き上がり拳を3つもくれて だから今度開封配信します夢すごく幸せガホって本当に夢が欲しいもの分かってるしかも夢ねどんぐり共和国,国で買ったねカルシファーのハンカチがあってあ今日今日持ってる韓国で書類を見てますありがとう顔3人だ よー見てこれこれがねあのねこのハンカチの魅力を解説していいですかこのハンカチってこうサイズ感がすごく小さくて手のひらサイズなんですよ。でも手のひらサイズのハンカチってやっぱりちょっと吸水力がちょっと弱めなんですよ。だからこう手一回手を拭くだけで結構ビチョビチョになってしまうことが結構多々あるんですけどでもこのハンカチの素材がすごくしっかりしてて普通のハンカチよりもなんか。 ししっかりしてもうなんかすごいふわふわなんですとにかくでこれあのね結構お手頃価格で待って今からする話にそんなお手頃価格とか言っちゃいけあんまりよくなかった今のは忘れてくださいでそうサイズ感はこれぐらいなのでいや小さいカバンとかに入れやすくて私もカバンが小さいんですけどだからハンカチューすらも入れられないくらいのカバンの小ささなんですけど畳んだらもうこれだ っててしまってもエアポッツかなぐらいのエアポッツよりも薄いかなみたいなエアポッツよりしたいですねもうほら見てこんなに寝ちゃういちゃって本当に便利なんですこのハンカチがでもハンカチってこうなんなんだんだんこうあの劣化劣化というかしてしまうじゃないですかだからでもこのハンカチがお気に入りすぎてしかももう今ハウル大好きだからこのハンカチを絶対2枚目買おうって思ってたんですよで この間行ったんですけど、これがなくてちょうど、ちょうど彼氏のハンカチがなくて、うわーって思いながら帰ったんですけど、そしたらね、ちょっとまた持ってこいよう。よいしょ。よいしょ。よいしょ。よ,よいしょ。したらね。 だから、もう一枚絶対買ってやろうと思ったんですけど、それでなくて置いて。したら、この間、顔が私、私プレゼントに、くれたんです私はのハンカチしかもしかもこれだけじゃないんですなんと顔の島でいてあちょ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 今、ちょょ顔のしのハンカチもくれて、え、本当にもう全人類にこのハンカチを使ってほしい。本当に素晴らしいんです、このハンカチ。サイズ感といい。 素材といい本当に嬉しくて本当に嬉しくてハートありがとうございますもうもう本当に嬉しいしかもめっちゃさ多分カホ覚えてないかもしれないんだけどすごく面白いことがあって去年なんかカホのお母様から誕生日プレゼントをいただいたんです本当に本当に何でなんだろうって思うんですけど。 かほのお母様が私に誕生日プレゼントをくださってかわいいありがとうございますその時もハンカチハンカチ3枚セットをくださいましたかほ <laughs> んちハンカチ王国そうかほのお母様がくださったかほももちろんくれたんだけど誕生日プレゼントお菓子ありがとうございますいや本当に嬉しい このサイズ感完璧じゃない実家に連れて行かれそう。それさあや。それさや。本当に嬉しい。もう、本当に便利なの。キャラクターに興味がなくてもこれを使ってほしい。本当に便利。これ場所を取らない小スペース。 すごくおすすめ。トトロとかもありますよ。でも今カシファーが好き。今日も使いました。今日二回二回手洗ってこれで拭いたんですけど、二回拭いてももうからから。初見の方ありがとうございます。本当にオススメ。 見てつい,でについでに見せびらかしとく可愛い,いありがとうございます嬉しい <laughs> 開封するのが楽しみ <laughs> 何が出るかな のさこの間開封したものがあるじゃないですか自分で買ってガホとバンダに行った時に買っ,た買ってでガホがそれを覚えてくれてて夢が買ってたの嬉しい今度開封しますまだ取っとく夢の狙いは 楽しみ。見て可愛い,い袋。嬉しいな。今は撮ったく。じゃあ十五分に終わりますから。 常連ですねあゆめドングリ強和のポイントカード持ってますから <laughs> お財布の中できるだけ何も入れたくないタイプなんですけどポイントカードとか唯一入ってる唯一お財布に常に入ってるポイントカードはドングリのポイントカードでも全然たまってない <laughs>。 でもさすごく悲しいことがあって最近ヒンの靴下を買ったんですよヒンっていうハウルに出てくるワンちゃんのキャラクターなんですけどすっごい可愛いいのしかもパステルイエローで,で気に入って履いてたらさ気に入ってめっちゃ履いてたんです洗濯終わるたびに履いてたらもう毛玉だらけになってきちゃったすごく悲しい。 5足ぐらい買っとこうかなって思ってる <laughs> あ待って言 <laughs> 思い出したあとツアーに入ってるポイントカードは三井ショッピングカード <laughs> ラブララブラはヘビーユーザーなので私 みんなも持ってる三井ショッピングでも劇場では多分対応外ですラブラ劇場以外だったら何でも使えるからあれあとイオン <laughs> イオンと劇場以外使えるから え聞い,てくださいこの間さ夢さえぞいう夢したこの間さ一人映画してきたんです TJ でモアナを見てきたんですでも本当に素敵でだってモアナの話もあるしモアナの次の話もあるんだけどモアナの話思い出しちゃったからモアナの話するねあのいやモアナのエピソードじゃないんですけどなんか すすっごいギリギリリに入場したんですよなんか落ち出る時間間違えちゃって目標出発時刻の10分後に家出ちゃって、まあ、間に合わないでしょうって思ってたんですけどその時雨で雨出して風強いし傘さしててすごく歩きづらくて11時の上映11時上映開始だったんですけどまあ広告とかあるじゃないですか。 で、映画館に着いたのが11時ぴったりで、で、私、もう汗汗、汗汗、汗、汗汗、あの、焦りながら、入場したんですけど、ちょうど入場した瞬間に、あの、じゃーんじゃじゃんじゃじゃじゃ,じゃ,じ,ゃ,じ,ゃじゃんわかるでしょあのさ、<laughs> 映画の前に流れてさ、映画泥棒の次のやつ。じゃーんじゃじゃん,じゃんだらだらじゃーん,じゃ,ーんじ,ゃじゃんなんだっけ 曲終わりが分かんなくなっちゃった分かるでしょあの <laughs> あっ「じゃんンゃんンゃん,じゃんみたいな分かるでしょあの映画泥棒のあとのあとかな映画泥棒の後のやつ前かな <laughs> あれじゃないですか <laughs> ちょうどあれだっただから本当にもう真っ暗で場内もそれで夢って あの,ね、そうあの予約した時に誰か誘っていこうかなって思ったんですけどもうなんか夢がもう予約予約したのが多分その映画見る1週間2週間前くらいだったんですけどもうその時点で5席ぐらいしか空いてなくてしかも待ってほらなんてもう夢どんどん言いたいことあるんだけどさあのね夢こ今月なんかディズニー100っていうなんかこん何て言うんだ 毎週土日に毎週,土日毎,週毎週末とある作品がこう全国の100の映画館で上映されるみたいなあって「だこの日がモアナ」とか「この日がラプンツェル」とかあるんですけど絶対にモアナを劇,劇場で見たくて劇場で映画館で見たくてだから先月から狙ってたんですよ。 しかもちょうどおしゃべり会がない日だったからひょっとしたらいけるかもしれないって思ってそう100周年記念そう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 あやマリナさん出てきちゃった私の中のマリナさんがでそれででそうでそれでねあの予、ー、約しようって思って映画のサイト開いたらもうモアナ以外全部完売してて完売なんていうんで全席埋まっててハートありがとうございます。 それはさすがに悔しくて私もう県外に出て見に行こうかなって思ったんですけど県外の映画館も満席で唯一残ってたのがモアナだったんです私モアナが一番見たかったからもう本当に嬉しくてそれでもうモアナ絶対よくしようって思っていや絶対見ようって思って開いてそしたらもうなんかとびとびの5席ぐらいしか空いてなくて でだから誰かを誘っても誘ったとてだなと思ってあの「その永のもダメだったのうちのうちの東宝シネマズ上田ダメだったすごく私誇らしいんだけど中野で唯一その百の上映劇場に選ばれたのが東宝シネマズ上田でした」<laughs> で今それだとでもいいんですけど。 そうだから誰か誘うこともできないなって思って前から4列目の3番そう3番の席を取ったんですよ4番かな3番3番3番の席を取ったんですよ4番かなまあそこは何、ね、で,でもいいか、まあ、3番の席を取ったとするじゃないですかそ近いところしか行ってなくてあでもねすごくね 素敵な席でしたたすすすごごく見やすかったはたありがとうございます全然首痛くならなかったでまあそれはどうでもいいんですけどで、まあ、明らかに自分が自分の席そうだなっていうところを見つけて空いてる席があってで私のから左,からみ左から3番目の席だったんです私3番だったからだから左から3番目の席それじゃないですか。で <laughs> 下手ブロックそう。 初ブロックの毎回4列目の3番目ぐらいそうまあうん前の前のブロックでそれであのー、なんだっけ待って全部飛んじゃった「はたありがとうございます」あそうで座るじゃないですか <laughs> そしたら私の左2つも空いてたんですよ 4, 4番目で思い出したそう4番に座ってたの夢で 左3つも空いてたんですよでそれであ3連の人夢より待ってすごい青る言い方した夢より遅い夢より遅いのとかそういうことじゃないんだけどあの違う夢より遅い人いてよかったのがおかしいけどあ安心したんですよいや夢より夢より入場遅い人3人もいたわと思ってしかもめっちゃ近くにいたからさ 真ん中ら辺の席入る時って「あごめんなさいごめんなさい」みたいな言って通らなきゃいけないじゃないですかだけどそんなことをする必要もなく私通れちゃってあと夢をよそ人何人もいるって思って嬉しかったんですよそしたらなんか上映が始まる直前くらいになって2人組の方が入ってきてそれでなんか夢の列の夢下手側ね上手側の方でなんかすごいザワザワしててなんか な,な,んかなんかざわついてるなって思って耳澄ましてみたら「席間違えてませんか?」みたいな話をしててそれで,でもそっち側キツキツなんですよキツキツにちゃんとせせ列が埋まってて、うん、席が埋まってて私のところまでその上手最上から私のところまで全部空きなしみたいな状態になっててだから「席間違えてませんか?」って言われてる方が列ごと間違えてんのかなみたいなこう前後。 番番の席だっったたかから左から4番目に座てたんで,すよで,で「あ間違えてたんだな」って思ってたらなんかなんかどんどんその「席間違えてませんか?」っていう声がどん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 近づいてきて「あれ?」って思ったら思うじゃないですかなんかなんかどんどん近づいてきて何だろうって思うじゃないですか。そしたら夢のところまで 今のところまでそう伝言ゲームだったの近づいてきてるのがあの今も隣の席の人に「あの席間違えてませんか?」って言われてなんとその D 列の人全員一個ずつ席間違えてて <laughs> 面白くない <laughs> だから D 列の人で全員で全員で一斉に席立って <laughs> 一個ずれて着席してそしたら映画が始まって <laughs> 本当に面白くて序盤の方何も覚えてない <laughs> みんな席間違えてたのそんなことあるでもでもでも分かんないの <laughs> でも今さ多分端の番のが2番から始まってたっぽくて分かんない多分さ後ろの席と1個ずれとかあるじゃない分かるなんか前の席はここからだけど後ろの席はここからみたいな分かりますかここここここ通路で多分がここがないここの席が 空白空席だからここが2番とか3番とかそういうことだったのかもしれないんだけど私左から4番目にある席をてっきり4番だと思ってしまって思ってしまったがためにそこに座ってだから本当になんか目に見えるものだけが全てじゃないんだなって思って <laughs> やばいコンフィデンスマン入っちゃうなんか目に見えるものが真実とは限らない <laughs> シーートナンバー確認したあのねもう本当に真っ暗で夢も確認すればよかったかあのさしかも真っ暗だったからその「D」って書いてある文字もめっちゃちっちゃくてめっちゃもうなんかもうこれが例えばこの画面あごめんなさい今日の人この画面がこの「G」って書いてある文字だとすると「あっあ G」あ G じ,ゃじゃない「D」「アリラリだみたいな感じで席入ってってもうそそくさ座る感じだったから。 本当に目に見えるものが先日とは限らない誰も番号を確認してわかる本当にすごくない全員着席してからの番号を見せてることに気がついて面白すぎるのプ列の人奇跡を起こしてた誰も気づいてなくて本当にすごかった本当に面白かったでも右側の方が 二人組だったんですよ夢は多分年下ぐらいの高校生ぐらいの女の子二人組ででなんか夢が一人なんか思い込みかもしれないんだけどなんかなんかその右に座ってる方て夢,夢とその女の子 A ちゃんと女の子 B ちゃんとするじゃないですかあの B ちゃんが A ちゃんに向かってあちょっと左の人にも一人だけど教えてあげてもらっていいみたいな,<笑><笑>なんかなんか気遣われてる気がして。 なんか席間違ってますよって声かけるのにも気使われてるような気がしちゃってやっぱ一人映画慣れてないから一 <laughs> 人映画慣れてないからなんか考えちゃって本当に面白かったそう全員で全員でよくおいしようって立って全員でよくおいしようって座ったほんに面白かったよかった上映直前で,でもその瞬間もア始まったからね 面白かったなあれ <laughs> <laughs> 劇場スタッフが書くんじゃなくて違う自分たちで全部解決してた <laughs> よかったしっかりした方がいらっしゃって 面白かったんだ。え <coughs>、そう、モアナ見た後に。モアナの前日が公演だったんですよ。え、そう、こう、そういえば、昨日七海が。明日バンダイでイベントあるって言ってたなって思って。え、でも、そんな公開イベントじゃないよなって思いながら。 X 見てみたんですそしたらナミが「これからバンダイシティ広場にて出演させていただきます」みたいなの書いてて「あれ?っっれ」って思ってつまりこれ有観客と思ってしっかりしっかり帽子かぶってしっかりマスクして行ってみたんですよ。そしたらまあなんとなんということでしょう。 水色の T シャツを着たた方がたくさんいいらっしゃゃるじゃないですかでもちょうど会,会演中ちょうど菜々が喋ってる時でもうみんな菜々のことしか見てなかったから本当誰一人としてバレることなくなんなら七海と一緒に自撮りして帰ってきました私七海のこと撮って七海美写して写真自撮りして帰ったでも誰にもバレなかった。 こんもりありがとうございますあそうオーソムななみんの生誕 T シャツいっぱいいたでその日 X にポストしようと思ったんだけど写真をなんか恥ずかしくてやめちゃった <laughs> それはよかったでそうあのニキドラの LINE にねなんか「大塚ななみちゃんがバンダイにいた!」みたいな「お化けありがとうございます」 撮影禁止…あのねそうゆめもそれ気になってるなんか撮影禁止だったら恥ずかしいなって思ってゆめがこうさ仮の話ねなんか頭の中に考えててゆめが写真撮ってもしもスタッフさんに「あ先生ちょっと撮影禁止で」って言われたらすごい恥ずかしいなって思ってゆめななみの会場に着く前にもう X で「大塚ななみ」ってエゴさして。 <laughs> しっかり撮影可能かどうか見て写真撮った安心してだって私同じメンバーなのに注意されたら恥ずかしいじゃないですか結構 <laughs> そうあそうですそうあのニキドラの LINE グループに「おすかなみちゃんがいた」みたいな言ったら ななみがそのイベントの後に返してくれて「えやっぱ夢いたよね」みたいな「夢帽子かぶってたりしょう」って言われて「すごくないななみん夢1分も滞在しなかったのに見つけてくれたななみんが夢のことをななみんが見つけてくれました勘違いレスじゃなかった待ってもう30分になっちゃう。 めっちゃ延長しちゃったごめんなさい楽しかったそれメールに書こうと思って忘れてたすっかり楽しかった <laughs> やばい 席移動したの面白かったな <laughs> いやなかなかないよねえみんな映画館でさ席移動したことある夢は初めてしかも列ごと間違えてたの初めてお化けありがとうございますえじゃあそろそろ終わろうと思いますありがとうございましたないよだよね へばい、今度からさ、じゃんちゃじゃんちゃ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 んの予告、予告注意。流れるたんびにきっと思い出しちゃう。それでは、ありがとうございました。今日も、おしゃべり会もありがとうございました。今日、今日なんかおしゃべり会ずっと今うるさかった気がする。ごめんね。<laughs> <laughs> ないよねみんな。ありがとうございました。それじゃあランキングを読ませていただきたいと思います。いきます。13位、ヒンジさんありがとう。12位、くにさんありがとう。11位、砂まじりさんありがとう。10位、ゆきさんありがとう。9位、トウさんありがとう。8位、まこちゃさんありがとう。 7位タムヒロさんありがとう6位チューバーさんありがとう5位しんごうさんありがとうあコウモリありがとうございます4位テルマイカタグッチさんありがとう3位ヨッタさんありがとう2位マミマミさんありがとうそして1位ゴロウさんありがとうありがとうございました <coughs> ありがとうございました。それでは、皆さん、おやすみなさい。今度は <laughs> てっっけ。起き上がりこぼしの開封配信します。あ、今月の後配信します。あ、今月配信します。まあ、来週。あのおしゃべり会なので、必ず、必ず。配信、あります。<laughs> それでは、あ、来週のおしゃべり会は、私コスプレします。 何になるか予定して、あ予定じゃない予想してね。それじゃあ、おやすみなさい。バイバイ、メール書いてきます。バイバイ、そがべ、おやすみなさい。待って、衝撃。衝撃。<laughs> すごい、ありが、ありがとう。ぱ、ぱ、なんか。配信終わる直前に、パンチ聞いたコメント見て、読んじゃった。そがべ、寝るね。ありがとう。ありがとう、そがべのみんな <laughs>。バイバイ。 おやすみなさーい。